こんばんは。岡田さん、お疲れ、ありがとう。とんかつ将軍さんもハートありがとうございます。ミネポン、かわいい、ありがとう。にゃー、ありがとうございます。まままさん、にゃー、ありがとう。ハートもありがとうございます。今日、成人式来てくださった方ありがとうございました。元気さん、ありがとう。今日成人式でした。本当にありがとうございます。リエタさんもありがとう。ジュースさんもにゃありがとうございました。ヤマヒデさんもありがとう。レイさん、かわいい、ありがとう。レイさんもにゃありがとう。タワー、ヤマヒデさんありがとうありがとう、本当に。で、書きますね。待っててね。待っててくださいね。振り袖配信です。本当に着てたものを、そう、ツイッターに画像投稿したのでぜひ見てください。自前ですよ。そう、自前したんです。そう、神田明神の時も自前しました。ちょっとお礼書いてるので待ってね。あと成人式終わってから写真とか撮ってたりしてたのでずっと着てました。そう、家族と出かけてたり、そう、写真撮ってたりしてたので着てました。山秀さん、ありがとう。なんかすごい見えないね、文字が見えないや。どうしたら見えるかな。あ、こうしたら見えるかな。見えない。見えない。色が飛んじゃう。笑い事じゃない。斜めにしても飛んじゃう。下向けても飛んじゃうな。
僕書きますね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。見直します。振り袖のまま帰ってきました。見えるね。ありがとう。新成人おめでとう。ありがとうございます。よく見える。バッチリ。よかったです。ありがとう。ありがとうでした。ちょっと他にもギフトいただいたのでお礼してからお話移りますね。ミッキー&クロスさん、花束ありがとうございます。ひでぽんもうま、ありがとう。ひでぽん、花束もありがとう。かずひろさん、ハートありがとうございます。かわいいもありがとう。似合うありがとうございます。だともちゃんさんもハートありがとうございます。以上かな。ありがとうございました。あ、モホロバさん、ウマシカさん、ありがとうございましたありがとう。どうに、改めてありがとうございました。成人式ありがとう。テロップちょっと追加しますね。入るかな。入った。よし。どうも。ひなさんに会う。ありがとう。ちかこさん、ともちゃんさん、かわいい、ありがとうございます。第4系さんもまだ、ありがとうございます。成人おめでとうございます。ありがとうございます。そう、持参したんですよ。だからこうやって振り袖着て、スケアヘアメイクの話ってもうした？いや、全然してないです。まだ何も、そう、成人についての話してないので、これからお話ししていこうと思います。
よろしくお願いします。これからね一からお話ししていくのでよろしくお願いします。ダイタさん最高ありがとうございました。マー君ボーイさんも可愛いありがとう。本当に改めて本当に朝からねそう並んでそう直接来てくださった方も本当にありがとうございました。寒かったね、寒かったし本当にありがとう。マンちゃんさんにありがとうございましたそうなんかね あのお話できるのかなとか思ったけど、なんだろう、おしとやかに歩いてって言われちゃったので、なんかあんまりすごいなんかニコーみたいなのもできなくて、神田明神に入るときに、そうだからあんまりこう本当にその神田明神に来てくださった方にすごいもう手ブンブンみたいなのとか、すごい来てくださったファンの方の中になんかすごいお話とかできなくて申し訳なかったんですけど、すごいでも本当に来てくださってありがとうございました。そう今ねショールームにも来てくださって本当にありがとうございます。うん、わ最高買えたわ、あありがとう。ちょっと待ってくださいね、お礼書きますありがとう。カレー書くね。タイトさんありがとうございます。あれって抽選だよ。そうなんですけど、事前にね申し込んでくださった方なんですよ。劇場みたいに劇場公演みたいに申し込んでくださって、そう抽選で当たった方なので、本当にねありがとうございました。嬉しかったです。でも申し込んでね外れてしまった方とか、なんだろう予定とかでね行けなかった方とか、なんだろうな見守ってねね、こう写真とか待っててくださった方とかも本当にありがとうございます右上の子ですね、あそうですそうですそうです、皆さんの写真とか上がってる写真とかで見ると一番右上の子です。こんな感じちょっと後でちゃんと着てるのは写ってるのは今着てるのでお見せするのでちょっと待ってくださいね。なのでまだ私のルームからドローンしないでくださいダメよ、めっちゃ可愛い、ありがとうリオさん。そう右上の子なのだからまだドローンしないで。イブイブがいる、ありがとうイブキ、いる石橋イブキ、あ、いたー、え、ま、かなありがとうイブキ、イブイブありがとうチョキッ、ちょっとお礼を書きます。タイトさん最高カヨタワーですね、どうやって書けばいいのかな、うん、なんとなく書いてみます。こんな感じ、あ、
いいかも。あ、これは可愛いかもしれない。あ、いいのでは？これはタワー化されてもいいかも。あ、自由経過、ありがとう。ちょっと本当に浴衣ってさっき言っちゃったかも。振袖お見せするので待ってね。待ってね。振りじゃないよ。見せるよ。待ってー。ありがとうございました。髪飾りもお見せするので、なんだっけ、帯とか。ありがとうございます。これは実写じゃないや。実写映画になっちゃった。なっても良いのでは。これショールームさんのね、ちょっと待ってますね。これ反映されても良いのでは。可愛くないですか。ちょっと実写映画化されてしまったんですけど、うん、可愛いね。でこれ HKT 限定ギフトだから、まあ限定じゃなくてもとても使えると思うんですけど、最高だよ。あ、ちょっと違いますねそれは。最高だよ。いいですね。ありがとうございます。ありがとう。でちょっと今いただいてるギフトの分をいただいたら、あ、いただいたらじゃ、ちょっとせびってしまった。ラファエルさんありがとう。こんばん。イネポもかわいい、ありがとう。とだるまちゃんもありがとうございます。ラファエルさん、タイトさん、ハートありがとう。なっちゃんさん、似合う、ありがとうございます。タイトさんもハート、たかしさんもありがとうございます、ハート。マークンボーイさんかわいい、ありがとう。ともちゃんさん、にやさんかわいい、ありがとう。マナタンさん、似合う、ありがとう。カズイラさんもだるまちゃんありがとう、かわいい、嬉しい。そう、それでね、お見せしますね、振り袖。ごめんなさい、お待たせしました。こんな感じです。近いね。まあ、でも見にくかったらツイッターに上げてるのでぜひ見てください。あと長野みやびです、全部小文字で。こんな感じ。赤です。そう、ね、赤のところにもね柄がついてるんですよ。にゃ、ありがとう。でも後ろも見せますよ、待ってくださいね。表の柄はこんな感じです。そう、こういう、どうですか？自前です。可愛くないですか？赤自分で選びました、これ。ちょっと中の出てきちゃった。似合ってる、嬉しい。こんな感じですね。これ、ここにも柄ついてるんですよ。ここだと分かりやすいかも。この赤い部分にも柄があるっていう。そう、無地じゃないんですよ。こうやって揺らすと分かりやすい。だからなんだろう、すごい飽きないというか、無地の部分がねないんですよね。そう、容器じゃないですか。あ、ほら、分かりやすい。お花みたいなのがねついてて、ここら辺とかはなんかこういう
ギザギザギザみたいなのがちょっと古風な感じが可愛いんですよ。ちょっとねそれは分かりにくいかもしれないけど、あーここがこうすると分かりやすい。きらびやかみやびやか。膝かわゆす、ありがとです。そうでね、ここもかわいいんですよ。ここのなんかあの皆さんね、ここら辺やっぱ見ると思うんですけど、後ろも見せますよ。ここの部分なんて言うんですっけ。ナイスでしょ、そこ気になった、嬉しい。ナイスチョイス、やった。襟、あ、そうそうそう、襟ですね。そう、キラキラになってるんですよ、パールみたいな範囲。あー、そうそう、可愛くないですか。初見です、成人おめでとうございます、ありがとうございます。そう、後ろもねキラキラになってるんですよ、ちゃんと半分だけとかじゃなくて、ここもキラキラがついてるんです、かわいい。ね、ここも柄がついてるんですね。ここら辺のとかはあのツイッターの方が見やすいかもしれないです。ちょっと色が飛んじゃってるので、ショールームだと。で後ろですね、あ、でもこっち先に見せようかな、この飾り、こんな感じです。メイク自分ですよ、公演の時と同じ、公演の時より薄いです。なんか金のモコモコみたいなのがついてる、モコモコじゃないや、シャンみたいなのがついてるやつです。こういうのとなんかね、スクショしまくり。嬉しい。髪型、あ、髪型はあのメイクさんがやってくださいました、嬉しい。そう、研究生はね普段おろししかできないので、なんか特別な時じゃないと、だから嬉しいです、すごい。そう、こういうのと、あとね後ろが見えますかね、ちょっと分かんないのでいきます。はい、なんかこうなってるんですよ、こう、ここに飾りがついてるはず、見えたかな、見えました？見えた？あ、見えた。おお、よかったよかった。そう、あのかんざしみたいなのがついてるんです、ちっちゃいなんか丸っぽいやつかな。もう一回？こんな感じ。良き、よかった。うなじって。そう、刺し方とかはメイクさんにお任せしました。なんか後ろにお願いします。そうでね、帯もねあるんですよ。そう、飾りがこんな感じで、前のやつが前のがこれで、そう、紫ですね。あ、帯がねこんな感じですね。見えてるかな、
見えた、よかった。そう、かわいいんですよ。いい匂いしそう。どういうこと。みやびキラキラしとる、いつもキラキラしとるけど、ああ嬉しい。ナイス成人式おめでとう、ありがとう。自分で選んだの。そう、マミームとかと一緒に選びました。でも最終的には自分がこれがいいって言って選びました。自分で選びなって言われて、そう。でも赤がいいっていうのは最初から決めてたんですよね。まあ、ちっちさんありがとう。タワーありがとう。ありがとうです。あ、ペンあった。お礼書きます。うん、あ、鏡餅？ありがとうございました。ありがとう。他のギフトのお礼しますね。ひねぽんかい、ありがとうございます。マスオさんもありがとう。バラちゃんかわいい、ありがとう。ラーヤーさん、ともちゃんも似合う、ありがとう。ちかこさんもかわいい、ありがとうございます。ひねぽんも尊い、ありがとう。ゆうさんもかわいい、ひでつーさんもかわいい、ありがとうございます。たかしさんも似合う、いいねもありがとう。ゆうさんも弟ありがとう。ジュースさんもかわいい、ありがとうございます。桜美和さんもタコちゃんありがとう。元気さんもリオさん、 86 さん、タイトさんもかわいい、ありがとうございます。ともちゃんさん、たかしさん、イテポ似合う、ありがとう。山井出さん、つうがいたうきんさん、ともちゃんさんかわいい、ありがとうございます。和弘さん、だるまちゃんありがとうございます。ファエルさん、だるまちゃんありがとうございます。タイトさん、ハートありがとう。なっちゃんさん、にゅありがとうございます。たかしさん、タイトさん、ハートありがとう。まなたんさん、にゅありがとうございます。とこれかなで、いいのかな、ゆうさんもハートありがとう。ラッシーさんも
ありがとうございます。かわいい。ありがとうございました。おめでとう。ありがとう僕も成人式でした。お、ともにめでたい。めでたい、めでたい。いい成人を過ごしましょう。赤がにゃ嬉しいです。とても綺麗ですね。嬉しい。ピンクかなと予想してた。そう、皆さんね、多分ピンク着るかなって思ってたと私も思ったでしょ。なんか変な言葉になっちゃった。多分私ピンク着ると思ったと思うんですよ。ピンクとかなんかそういう可愛い系の色を。かずひろさん、 ありがとうございます。ささみちゃんさんもなんかピンクとかなんだろうな、白とかそういう暖色系着ると思ったんですけどいや赤だと思ってた。お何色着ると思ってました。かわいい、ありがとうございます。私も赤だった。お、お揃い。赤かピンク。おお、赤、赤かピンク。おお、ピンクか。おお、ミシスポさんのツイッターでみやびジャンプで飛んできた。お、本当ですか。お、赤。おお、ピンク。あ、ワンポイントにピンク。あ、そう、あるんですよ、あるんですよ。ピンクか。あ、でもピンクか赤っていうの多いですね。あの王道なんかに嬉しい。オレンジ、あ、オレンジ。集合写真走ったけどすぐに分かりました。それは嬉しい嬉しいな、嬉しいな。みぬんくろげさん、ありがとう。こたつ。そう、でもね、元から赤がいいと思ってたから、なんかなぜか、なんでだろうな、なんでだろうというか、普通にあの昔から赤色が好きだから、もうなんかなんとなく、そう、何着かね、試着してたんですけど、そう、ピンクも着たんですよ。そう、全くピンクとかその白とかなんだろうな、他の色着ないっていうことはしてなくて、試着の時に、そう着てたんですけど、なんかなんとなくしっくりこなくて、そうで、そしたら赤に決まりました。なんか赤がやっぱりしっくりくるし、赤好きだなって思ってちっちさん、あ、なんかありがとうございます。そう、その時やっぱり一番好きだなって思ってた色が赤かなって思ってたから
何時起きだったの？結局あんまり寝れてないかな。集合が2時、前くらいだからね。キュウさんにありがとう。もう深夜というかあれですよね、もう何とも言えないですよね、2時ってまあ仕方ないですけどね、それは。着付け後も寝てない、寝てないです。なんか寝たら逆に、ね、変にむくんだりしたら嫌じゃないですか。なんかね、そうだから変な時間に寝てむくんだら嫌だなって思って、そうなんか分かんないじゃないですか。なんかこのもしそう空き時間とか、まあったんですよ、そう1時間とかあるんですけど、その1時間のうちに寝て、私結構むくみ体質なので、そうなんかその1時間で寝て、なんかもし着付けとかがぐちゃってなったり、なんかその髪型がぐちゃってなったり、そうもしね髪飾りとかがボロッとかなったら、なんかもしねなったらヘアメイクさんにもね迷惑かけちゃったりとかするし、嫌じゃないですか。そう一生に一度の思い出だし、そうなんですよね、大変だから心配だしね、そこは。そうなのよ、そう真の努力。成年したメンバーの人数が今年が一番多かった。あ、そうなんですか。確かに着付けしてからご飯、いやーきついですね。なんかお水飲むのもちょっとね怖くなっちゃう、こう顔したらどうしようって思っちゃうから。あと苦しいから入んないじゃないですか、そう、うーってなっちゃう。気持ち悪くなっちゃうから、いらないってなっちゃいます。なんかお腹空いても、なんか本当に雨とか、高橋さんお疲れ、ありがとう。今お腹空いてます。お腹空いちゃうね、かなり締めますよ。なんかタオルとか入れるので中に、そうで、なんかもうタオルとか入れたり、その上から紐とか縛るから、そうなんだろうな、もうギュッ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 ってなるから。リシックさんありがとう。そう本当に女性の方とかならね、成人した方は経験したことあると思うけど、そう本当にもう苦しいんですよ。そう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 、そう、ウキさんともね写真撮れたんですよ、嬉しかった。本当に嬉しかった。そう待ってる、なんだろうな、まあ部屋が48グループ全員同じで、そのたまたま近くにウキさんがいらっしゃって、そう、まあ、普通に関係なしにですねいらっしゃって、そしたらなんか近くに来てくださったんですよ、木さんが。そしたらなんかまあ、近くに来てくださったんです。そしたら私が「おぎさん!」って言ったら、なんかさ写真撮ろうって言ってくださって、もうキュンです。
高橋さん、あ、かわいい、ありがとうございます。マシカさんも、ま、ありがとう。ケイさんもメール信送ってくれたみたい。そうなんですか。みーってなりました。もうみーってなるの。ひねぽーん、ありがとう。花束、ともちゃんさんもありがとう。バラと高橋さんもかわいい、ありがとう。みやび語ですね。かわいいもありがとう。みかんだくろさん似合う。山いんでさんもありがとう。こたつ、たまらんですね。ゆうさん、あ、ありがとう。バラ、和弘さんも、だるまちゃん。嬉しいですね。そうで、おきさんの携帯でも写真撮ってくださってエアドロしちゃったんですよね。で、なんか、そう、私のなエアドロの名前がなんか変な名前だから、もうなんかすごい恥ずかしかった。エアドロの名前って言わない方がいいのかな、自分の。そうだから私のな、あの本名じゃないんですよ、エアドロップの名前が。だからあの分からなくて、大木さんが自分あの長野みやびのっていうのを、あ、言わない方がいいかも。あ、分かりました、ありがとうございます。そうだからあの本当に恥ずかしくて、そう、すいません、それ私のですって、あのそのあのうーんっていうの、あの私のエアドロップのですって言って。高橋さん、 ありがとうございます。ひねぽんもハートありがとうございます。そうで、なんか、なんか由来も言って、なんかすごい、なんかもういや、どういう名前つけれる、あ、つけれますよ、設定のところでつけれます。 iPhone の設定から飛んで、なんかエアドロップか何かみたいな、一般みたいなところで多分つけれます。なんか本当に恥ずかしかった、もう。あ、ちょっとなんか笑っちゃう、本当恥ずかしすぎて。なんか恥ずかしすぎる時って笑っちゃいますよね、本当にそれ。そう。いや、これは沖さんが悪いって言ってるんじゃなくて、自分なんか恥ずかしかった。そう、なんかはあ、ミヤ美人、いや、そんなね、あのミヤ美人とかにしてたら、いや、ミヤ美人なんですよとか、あのなんかちょっとふざけて言えるけど、なんかそんなんじゃなかったんですよね。なんか、うん、ナッシーさん、本当ありがとう。まあまあ、もういいです、こういう話。ちょっとこの話あんまりしたくないので。ちょっと皆さん心の底に沈めといてください。置いとくんじゃなくて沈めといて、うん。沈めるの、沈めるんですよ。沈めた、沈めて、もうそれが正解なんです。ブクブク浮き上がってます、テンさん浮き上がってます、それ。沈めました、よかったです、よかったよかった。ということで、じゃあちょっと恥ずかしくなってきたので、ニコピさんがメールでみやびちゃんのことコメントした。え、そうなの。
い、見たい。リアさんハートありがとう。じゃあそろそろダンジャン見ようかな。マシカさんもうまありがとう。読まれず？ん？コメント？読んじゃった。じゃあ13位から読んでいこうと思います。はい、どうぞ。さんからありがとう。じゃあ読んでいきますね。13位から、はい、13位はともちゃんさんです。12位は小田急さんです。11位はリオさんです。10位はミルンクラゲさんです。9位は和弘さんです。8位は元気さんです。7位は86さんです。6位は、ひでぽんです。サッカーお疲れ様でした、ありがとう。5位はジュースさんです。4位はたかしさんです。3位は山秀さんです。2位はちっちさんです。1位はタイトさんでした、ありがとうございます。山秀さん、ちっちさん、タイトさんとはありがとうございました、ありがとう。今日来てくださった方本当にありがとうございました。成人式本当にありがとう。壇上に上がって皆さんおめでとう。パチ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 、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございます。ちょっとね色飛んじゃってて、振り袖見えなく、あんまりね本物の色は見えないかなと思うので、ぜひツイッターでご覧ください。私のツイッターは @長野みやびです。全部小文字です。よろしくお願いします。ではおやすみやび。ありがとうございました。バイバイ。